こんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、サフィニアフリルの摘心をして超満開にする方法4選をね、伝えたいと思います。このサフィニアフリルの花言葉は咲きたての笑顔なんですね。で、特性はですね、開花期がですね非常に長いんですね。また初心者でもね非常に育てやすいです。特徴はですね、美しい八重の重なりでですね、株のまとまりが良くてですね、美しい咲き姿なんですね。また耐暑性が高く夏でもね咲き続けます。それではね早速摘心をしてみたいなというふうに思います。皆さんご承知の通り、摘心はですね枝先をカットして脇芽を出す作業なんですね。でこれ植えてですね、もうそうですね、もう、3週間ぐらいになるかな、2週間か3週間になるんですけど、枝から出てるところはもう全部カットしてね、そして、上の方はね枝先をカットしていく。また形もね丸くなるような感じでイメージしてカットしていきたいなというふうに思います。まずですね、もう鉢から出てるところは切ります。何も考えずにですねズバッとこんな感じで切っていきますね。切っていきます。枝から出てるとこですからこんな感じですかね。はい、さっと切りますね。ポンポンと切っていきます。ここもこう出てますんで切っていきます。ここもですねこんな感じで落としていきます。だいたいね、鉢から出てるとこ切りましたって感じですね。あと摘心ですからね。まあ形をこんな感じで先ほど言いましたようにこう丸くなるような感じ、できていきますけど。もうこれはですねちょっと長いからこんな感じで丸くをねイメージしながらカットしていきます。今カットしましたので今ありますね。ほんの先っぽだけですね。はい、だいたいねこうイメージはこんな感じですよね。ちょっと出過ぎかなと思って切りますけど、はい、はい、摘心が終わったらですね、まずこういったもので消毒をやります。切り口の消毒と虫病気の予防ですね。まず株元からシュッシュッシュッとやってね、はい、株元をシュッシュッシュッとやったらね全体的に切り口をね、病気が入らないように消毒を十分にやってください。あとですね肥料をやりますね。切り戻しとか摘心をやったらこういったですね観光線肥料ですね、まあ意外と肥料好きの花なんですよね、サフィニアっていうのはですね。ですからこういった、粒状のものをですね2個ずつね、結構肥料が好きですから、はい、鉢の節のようにここにやってね、これで、摘心の完了ということなんですけど、摘心が終わったらねまず、引き続きですね超満開にする方法4選を伝えたいと思いますね。まず1つ目何かというと栽培環境なんですね。この花はですね日当たりと風通しの良い場所で育ててください。で雨には結構強いんですよ。でもね花が雨に当たると傷むんですよね。ですから雨の当たらない軒下にね、移動された方がいいかなというふうに思います。2つ目、水やり、乾燥にね弱いんですよ。で、表土が乾いたらねたっぷり水をあげてください。下からね、こう流れ出るぐらいにあげると。で、雨には強いんですが、そうですね、夏はですね乾燥しやすいんですよね。ですから朝夕にね、あげてください。またあげる時はですね花に水が当たらないようにね、枝元にね、あげてほしいなと。株元ですね、枝元じゃないですよね、株元にあげてほしいなというふうに思います。3つ目、何かというと肥料なんですね。液体肥料で500枚に薄めて1週間に1回から2回やってください。で、真夏のね、暑い日35度以上の時はね開花が止まるんですよね。もうね涼しくなりましたのでバンバン咲いてくれると思います。ですからもしね35度以上になるようでしたら、もう涼しくなったからないと思いますけど、その時はね、肥料をやりません。4つ目、何かというとこれが一番大事なんですね。摘心なんですね。で、やらなくてもね、花をねある程度咲くんですよね。今摘心をやりましたけどね、もう一回芽が出た時に摘心をやればね、超満開になります。でもねそのままでもね満開にはなりますからね、安心してほしいと思います。私は挑戦したいと思いますので、是非ね皆さんも、挑戦していただければ超満開をね一緒に楽しめると思いますので、ぜひ一緒にねやりましょう。今日はねサフィニアフリルを摘心して超満開の花をね花咲かじいさんと一緒にね咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね花咲かじいさんを応援しましょう。方法はね今画面中に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のねベルのマークも押してください。今日もね最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。